手でミラクルを起こそうとする番組です。では早速自己紹介に行きたいと思います。ぶーちゃん、はい、皆さんご一緒に手拍子をお願いします。愛してる、愛してる、変わらない、変わらない、みんなと一緒に、みなとでもでも本当はぶーちゃん、はい、ポッシュのお色気担当むーちゃんこと相川みなとです。よろしくお願いします。次はアリニャン、はい、自由で気ままなアリニャン、ニャンニャン、バレンタインということで、はい、それっぽい企画も用意しましたので、はい、皆さんお楽しみに、はい、最後までね、はい、早速ね、コメントがいっぱい来てます。みなさん、待ってました。ありがとうございます。終わってコメントしに来たよ。ありがとう、ありがとうございます。ゆうやさんかな、まゆゆん、まゆゆん、むーちゃん髪型かわいい、お、ありがとうございます。ツッコミそうね、遅れる ね、2人じゃちょっとツッコミさ一瞬忘れたでしょ。あのさ、2人毎回だよね、アリニャンだけだよ。主催の練習とかも私だけ真面目かって言うんだけど、ま、真面目かみたいな遅れるんだよ、遅れ、はい、頑張っていきましょう、はい、頑張って忘れずにね、はい、忘れずにね、やります。ね、はい、それでは早速コーナー1に行きたいと思います、はい、プロジェクト P、 イエーイ。このコーナーはですね、一人に密着するドキュメンタリーでございます。前回キャストと監督がローテーションで行きました、はい、なぜ前回って言ったのか分かんないけどで今回が最終回になりました。はい、はい、今回キャストがむーちゃんで、監督が私で、これで最終回なので、はい、はい、みんな見てない方もいつかは YouTube に上がると思うので、ね、そうだね、それを見てね、後で見返してください。それでは早速 VTR に行きたいと思います。せーの、どうぞ。今は甘酒を飲み中です。あったかい。てかまずどこに来てるかなんですけど、浅草に来てます。で、きびだんご、じゃん。いただきます。柔らかい。ポッシュのお色気担当相川みなとは今何を思っているのか。この日はオフの過ごし方に密着してみた。食べることが大好きな相川、食レポをやってもらった。それでは浅草の名物きびだんごをいただきたいと思います。いただきます。うん、あったかい。すごいもちもち。しかもきな粉がいい感じの甘さで、すごい美味しいです。何個でもいけちゃう。こんな感じかな。まだ難しいようだ。はい、浅草の揚げまんじゅうです。私は抹茶味にしました。それではいただきます。あ、ちょっとサクサクで、しかも抹茶の風味がすごいです。やっぱ抹茶が美味しいね。おみくじを引いてみた。おみくじ引きます。2015年新年オフ会の時に引いたんだけど、まあ、運はね、移り変わってくって言うから、最新の運勢を。82。
蹴らなかった。嘘でしょ、本当に。え、引かなきゃよかった。なんだって、願い事も叶いにくいし、病気もおぼつかないし、失い物も出にくいし、待ち人も現れないし、引っ越しも悪いし、旅行も見合わせた方がいいし、付き合いも全て悪いでしょう。だって待って、これ最悪じゃない？ちょっと待って、戻そうかな。しっかり結んだ。今からスカイツリーに歩いてきますよ。どれくらいかかるのかは全く不明ですが、ちょっと近く見えるので、あいつが大きいからなのか近いのか分かんないんですけど行ってみます。でもすぐそこだもんね。だってほら見える？あれあれあれ、近そうでしょ。そろそろね、そろそろ間が渡るべきだと思う。現場あるよ。14万円だって。無理無理。渡ろう。寒い。かわいいでしょ。よくヒールでもお散歩をするという相川。多くて10キロ歩くほどお散歩が好き。お散歩中はもやもやしたことの解決案を考えたり、この店気になる、行きたいとか考えたりしているそうだ。水中探検かな、あれ。そうっぽい。こんなことできるんだね。え、最高だね。それはいいね。やりたい。ってことはやっぱ魚が いるんだよね。びっくりした。待って、落ちるかと思った。え、これいいな。そうだよね、潜るよね多分これ。あ、飛行機。何事にも興味津々だ。役割はまず、まあ、汚れ役だなとは思うかな。いじられ役だし、まあ、いじられることに対して全然なんだろう、嫌とかはないから、それでその場の雰囲気がな和んでくれたり、まあ、笑ってくれたりするなら全然嬉しいなって思います。あとはボッシュのメンバーで結構感情とかを出す人が多いじゃん。だからそんな中で私もなんか結構普段学校とかプライベートでは結構出す方なの、感情を。でもボッシュでそれをやっちゃうと収集つかなくなるから、それよりは潤滑油剤みたいな感じで拠り所になればいいかなと思ってたの、今までは。でも、まあ、2015年は多少ぶつかったりとかしてもいいから、感情を出していかないと、てか出して自分の意見とかをもっと言ってこうかな
って思います。それでポッシュがどういう風に変わるか分かんないけど、多少の意見の言い合いとかはむしろプラスになるかな、ポッシュのためにと思うようになったかな、1年半やってきて。なので今年は結構な怒りとか悲しみとかそういう部分も、まあ、言っていこうかなと思います。ポッシュについて思うことは、そうだな、まあ、一緒にいてすごい楽しいなとは思います。なんかいろんなたわいもない話して笑えるし、なんか全然無駄なことでも笑えるから、そういうのって結構大事だと思ってて、あんまりさ全然話をしないさグループとかもある中で、そういうところをポッシュに入れたのはすごい良かったなって、運も良かったなってすごい思います。で、そうだな、もっとなんだろう、情報とかは共有していけたらもっとよく良くなるんじゃないかなとは思います。なんかそれはお客さんのことだったりステージのことだったり、なんかもっと突き詰めて話をしていけたら、このステージのここはこうだったねとか、そういう話はもっとしていきたいなと思うかな。あとはね、見えない、お客さんに見えてる部分と、まあ、見えない部分とか、まあ、あると思うけど、難しいよね。やばいな。なんだろう。まあ、見えてる部分だけが全てじゃないかなとは思います。ポッシュに入って良かったことあったわ。あのね、ポッシュは誰も抹茶が好きじゃないってこと。だから私がさ抹茶もらえるじゃん。これから私がライアーに入ってたら、チアちゃんもユンちゃんも抹茶好きだから争奪戦になってたじゃん。だから私はポッシュに入って良かったなって思います。と言いながら抹茶アイスを選ばずほうじ茶アイスを食べているのだった。今日セイバーイ。オッケー。かわいい。大丈夫？大丈夫？私。ねえ、取れなかった。間に合わなかった。かわいかった。犬苦手なんだよね。触れたね。し。なんで克服 VTR になって。犬大好き。嘘つく。今の犬はね、かわいかった。私何今の犬の犬種。あれだよあれ。ポメラニアン。ポメラニアン。
ポレラニアン超かわいい、やばい、そんな滑舌悪い、ポレラニアン、なんだって、もう嫌そう、ちょっと待って、次私触りたいときなんて言えばいいの。そんなね、犬にね吠えられて3回泣いたことがあるの、うん、もうそれでちょっと苦手だったんだけど、うん、あれは大丈夫だね、はい、克服したかも、イエーイ。ということでですね、ポメラニアン、ポメラニアンね、ポレラニアン、ポレラニアン、ポレラニアン、逆に器用だよ、ポレラニアンって何、ね、みんなすごい感想ありがとうございます、ありがとうございます、ね、監督うまいね、監督面白くまとまってる、前面にね、あのいつも通りが出てる、そうそうそう、いっぱい食べるって感じだったよ、食べるからの面白いみたいな、ありがとう、コメントがね、いっぱい来てます、お酒は20歳になってから、夜店の甘酒ときびだんご大好き、今から買い物してきますって言ってね、買い物しに行っちゃった方もいるんだそう、あと揚げまんじゅうの中身を見せて、あのやっぱ食レポはまだまだ、食レポはまだまだだったみたいですね、だって抹茶味のさおまんじゅう食べながら抹茶風味ですとか言ってたもん、ね、当たり前よね、もうちょっと勉強しますね、あとねおみくじは今日が多いんだって、浅草寺の、お浅草寺じゃない、浅草寺ね、さっきのこれもさ中見せだと思うんだよね、中見せ通りです、突っ込まなかったけど中見せだと思う、浅草寺、浅草寺、浅草寺って来ちゃった、浅草寺ね、そんな中で分かった、はい、全員終わったので、はい、今回前に結構前にですねお客さんからいただいてたんですけど、最優秀 女優賞と最優秀監督賞を決めてほしい、おいただいてたのですよ、はい、はい、全員分終わったということで、はい、決めちゃおうじゃないかと、そうですね、はい、私たちからも決めるけど、まあ、お客さんも見た中で見た中でとかで全然いいので、はい、決めていただきたいなって、はい、決まったみんな、決まった、じゃあまず女優賞からいきましょう、女優賞はあれだよね、密着された方の人、された方で一番この人よかったよっていうね、どうする okay. うちらは自分以外ってこと、え、自分入れてもいいんじゃない、別に、じゃあそうしよう、そうしよう、 OK、 はい、指差しでみんなお願いしますね、こっちは打ってください、ピコピコ、ダブル受賞あるか、ありえるよね、ありえるね、まあ、人数次第だね、はい、せーの、どういうこと、せーのでじゃんって、あ、指、お客様指差し、そう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 、女優賞の方ね、そうそう、せーの、じゃん誰だ、アリニャの人、はい、はい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 、よーやった、4人、マイ、おたかさんの人、お、あ、私もだ、2、あ、3人います、ありがとうございます、むーちゃんの、絶対声聞いたパターンでしょ、優しい、優しい、ありがとう、心優しい、むーちゃんの人、はい、お、1、2、3、お、多いじゃない、いや、みんなただ今見ただけっしょ、これ一番記憶でもないよね、違う、そうだよね、まゆの人、え、嘘っしょ、まゆいないの、まゆ一番前じゃない、だって、いや、違う違う、私一番最初、コメント、このまゆはどのまゆなの、あ、でもこれまゆに投票してくれてる、女優賞ありがとう、一票、え、でもむーちゃんじゃない、これイエーイ、なんなの、ね、これでいいの、あれネットじゃないや、メンバー内はアリニャンだよ、やったー、だってアリニャン自分で自分で入れてるもん、待って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 、公演で遊ぶ人が助演女優賞ってさ絶対無茶なんでしょ、アリニャンの会でさ助演ね、もうむーちゃんにも、上演、え、どうします、これさもう一回一応全部上がり直してから撮るとかにする、 YouTube とかに、あ、そうする、そうしよう、一応じゃあ今のところの監督賞も決めとこうぜ、はい、保留という感じで、監督賞ね、はい、監督賞、オッケーオッケーオッケー、はい、行くよ、覚えてないよ、誰が誰を取ったの、え、難しいね、それだよね、本当にそこか、誰、タカ子取ったの誰だ、はむーちゃん、まゆん取ったのが私、タカ子、アリニャン取ったのがまゆん、むーちゃん取ったのがアリニャン、そうですそうです、はい、はい、じゃあ行きます、はい、せーの、じゃん、なんで、じゃあなんで、いや、じゃあ超マイユンじゃない、マイユンあげた人、私じゃない、多い、はい、他、私の人、7人でもう圧倒的だよ、これ私の人、あ、やった、ありがとう、じゃあ一応私の人、
おーおーいるおお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 おまあじゃあこれは保留ということで YouTube に上がったら皆さんアンケート取りますので、はい、以上プロジェクト P のコーナーでした。はい、コーナー2、バレンタイン編、理想のシチュエーション、イエーイ。はい、このコーナーはですね、メンバーがね考えた理想のバレンタインデーの過ごし方を誰が考えたのかお客さんに当ててもらうというコーナーです。わかりましたか？打ち合わせするのやめてもらいます。進行してますよ。大丈夫？大丈夫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 ですか？内容入ってますので、はい、じゃあね、はい、行きたいと思います。早速ね、あ、お買い物から帰ってきたかもしれないよ。お帰り、ありがとうございます。お帰り、いきます。一人目、じゃん。はい、この人はね高校生っていう設定です。自分たちがね、相手も高校生です。放課後誰もいない教室で好きですと告白しながらチョコを渡す。だからもう結構ね、そうグイグイ、すごいね、もう好きですって言っちゃう。え、これ振られんじゃない？でもうこの子はその本人曰くやっぱ理想だから付き合えることになるっていうリスエーション ね、 いいね、妄想っていい ね、 ね、定番のやつだね、確かに ね、 定番ね。はい、2番目、2人目の人、これこの人は大学生で、しかも一人暮らしをしてるっていう設定ね。で、付き合ってる人がね、そう、付き合ってる人がいるんだって。で、一番大学一番最後の講義が終わった後に2人でドライブに行きます。運転は彼ね。で、そこ自分で運転しちゃったらちょっとワイルドだから。で、その後ね車でお台場に行きます。で、海沿いを散歩するんだって、お台場の、うん、で、日が暮れたら自分の家に行きます。で、一緒に手料理を作って食べるの、うん、で、食べ終わったらその子が作っておいたいちごタルトを2人で食べるの、うん、で、いつもありがとうっていう日々の感謝を述べるっていうシチュエーションです。じゃあ次、3人目の人は社会人で、付き合って6年目になるそう、彼氏が、ね、いるらしいんですよ。で、仕事終わりにね、2人とも仕事してて、仕事終わりに会います、5時くらいにね。で、ちょっと高級なフレンチレストランに行って、うん、食事が終わった後チョコを渡します、うん、そしたら、彼氏の方が僕からもプレゼントがあるんだって言って、うん、結婚指輪を渡される。婚約指輪じゃない、あ、まあ、何か違う、まあいいね、婚約指輪ね、うん、指輪なんでひらがなにしたのかちょっと聞いて全員私が書きました、字にあれがないように特徴がないようにね、うん、はい、そうそう、で、28、そう、そんぐらいの設定です、うん、で、はい、最後の人です。朝10時に集合、ちょっと早い、早めのね、うん、で、そっからその彼氏、その人にも1年目にぐらいになる、付き合って1年ぐらいになる彼氏がいるんだけど、車で迎えに来てもらって一緒に市場に行きます。で、魚を食べるのね。バレたいんですよね。バレたい関係ないね、あんまり魚ね。で、市場で食料を買って相手の家へ行くんだって。今度は相手の家で一緒に料理をします。で、食べ終わったら、違う、もうそろそろ食べ終わって帰ろうかなって思ったら、その彼氏からね、エアチケットを渡されるんだって。飛行機のチケットね。で、一緒にパリに行かないかと言われるらしいんですよ。で、その日の夜の飛行機でパリに行ってチョコを食べデートをする。はい、で、ちなみにこの人はチョコレートは渡さないそうです。あら、もうやってもらうばっかりだよね。この人はでもね、ホワイトデー頑張るとも言ってたんで、多分あのバレンタインの趣旨を理解してないんだと。はい、はい、それぞれね特徴が出るね、4人の1人、はい、これが最後の人だ。これね、123でこっちから1234でお願いします。はい、みんな大丈夫？どの大丈夫かな。妄想が、妄想じゃないよ、シチュエーションが、理想のね、シチュエーションが誰かっていうのを当ててください。はい、一番が誰だと思いますかね。一番は町田さんが持ってるやつ、ね、一番最初に読んだやつ、放課後高校生っていう設定ね。お、よし、だと思う人、ん、これは妄想が、指さして、アリちゃんだと思う人、アリサだと思う人、二人、うん、おほい。町田パリって言われてるよ。二はまゆゆんっぽい。お、どうでしょうね。これ、タクコだと思う人、いない、ゼロ
むーちゃん。あ、いない。あ、一人。1名。じゃあまゆゆん。おー、4人。まゆゆんが多いんだね。じゃあこれまゆゆんかな。じゃあ2番、はい、がありなんだと思う人、ね、そう、大学生設定です。大学生設定。私だと思う人いない。いない。たかこ。いない。むーちゃん。おお、8人。まゆゆん。いない。これ全部むーちゃんなんだ、ね、じゃあまゆゆん、むーちゃんって感じだ ね、うん、ね。じゃあ次、仕事終わり。私だと思う人。あ、でも1がむーちゃんって来てますね。お、じゃあ1票入れとこう。お、3番目のね、私だと思う人が1票。2票。2票。はい。じゃあ私だと思う人。お、あ、2まゆゆんってまた来てます。お、5番。はい、入れときます。むーちゃんだと思う人いないよね。まゆゆん。いないよねって何。あ、まゆゆん1人。はい、これはじゃあおたかさんが優勢です。優勢。3つ目は、8つ目、アリニャンだと思う人。おー、はい、珍しい。4人。たかこ。3人。ここが私かたかこか。あとね、パリは町田って来てたから1票入れて。はい、感じですね。はい、私だと思う人1人。はい、まゆゆんだと思う人1人。1名ってことはね、これが誰だ。これまゆゆん。そう、まゆゆん。で、これが私。ちゃん。これが私。たかこ。アリサか。正解いきますよ。はい、いきます。正解、これは誰でしょうか。はい。おー、意外。みんな全員来た。はい、次これは、はい、2番は私だと思われてるやつですね。はい、まゆゆんでした。おお、分かんない。次3番。はい、3番は私です。いやー、あーみたいな感じで。4番は私です。パリシャです。アリニャンは、まあまあまあ持ち帰る。じゃあ自分の。いや、いらないよ。いや、持ち帰るとか持ち帰るとか。違う、本当は美術館に行きたかったのね。そう、続きがあるんだよね。書いたらバレちゃうと思って書かなかった。まあまあまあね、にしたんです。いや、でもアリニャンは自分がすること全然ないよ。だって絶対パリ行きのチケットとか全部彼氏出してるだろうしさ。ちなみにチョコ代も彼氏が出せる。チョコ代くらいは出す。じゃあ向こうに行って、そのパティシエの弟子みたいなとこちょっと入れてもらって作って渡すわ。そんな。その裏話で面白かったのが、タカ子が最初下駄箱にしてたんですよ、はい、でも下駄箱だったら人がいるかなって言って真剣に考えて、誰もいない教室に。人いそうじゃないですか。教室に変えたんだよね。そう、まあね、理想 ね。理想だよね。もうこれとか叶うもわけないもんね。もうね、過ぎちゃった ね。やっぱ妄想いいよね。しかもこれを決めるときにすごいみんなハイテンションでキャーキャーしてんの。でしかも内容かぶった、帰ろう帰ろうとか言って。想像って幸せですね。いいね、これね。妄想ね、おすすめですよ。いいですね。妄想大事ですね。ね、これを叶えてくれる男性募集してる。多分まずいないと思うよ、パリ。まずチョコレートくださいで、ね、募集中です、はい、はい、ということで以上コーナー2、バレンタイン編、理想のシチュエーションでした。わー、はい、わー、はい、続いてポッシュからお知らせがあります。はい、はい、ではポッシュは撮影会もやっております。2月14日、明日のバレンタインデーはフレッシュさんで、アリニャン、マイユン、私ですね。で、その次の日15日がリアライズ撮影会、お昼がムーちゃん、夜がアリニャンとなっております。はい、で17日が今度またフレッシュさんで、アリニャンと私で、24日火曜日フレッシュがムーちゃんと私となっております。はい、はい、皆さんぜひ撮りに来てください。お願いします。お願いします。はい、はい、続いて2月21日土曜日に四谷ライブインマジックさんの方でリアライズ祭りだ、わっしょいしょいボリュームなんだ、13とかかな、そうだね、あります。お昼です。こちら13です、ね、物販で前売り券を販売しています。今日もあります。あとはライブ中の物販でも置いてあります。予約も受け付けてます。そして3月28日のリアライズ事務所主催ライブで、カレンダー、カレンダー、はい、おカレンダー、こちらもこれが去年度
これは2014年版なんですけれども、ね、はい、2015年版の撮影をしてきまして、3月28日15部限定で販売をします、はい、4月発売、4月始まりです、ね、あとポッシュティがですね、今着ているこれ、はい、リニューアルされて3月28日から発売になります。イエーイ皆さんぜひ買ってください。カレンダーは本当にもう限定で15部しかないので、ぜひぜひ3月28日のリアライズ祭りに足を運んでください。はい、お願いします。早い者勝ちです、はい、早い者勝ちです、はい、そしてですね、4月の18日19日に温泉旅行オフ会があるんですけど、これは私たち指名をされた人しか行けないんですよ。でその日はまゆゆんの誕生日当日でもあるので、ぜひ皆さん指名よろしくお願いします。いや指名され誕生日ですとか言って、ね、指名がなかったら本当にもう家で泣きます。忘れない誕生日になるから、ね、メンバーからも祝ってもらえずっていう、ね、みんな仕事ですね。楽しいです、はい、なので皆さん全部お待ちしています、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、続いてのコーナーはガタンゴトン山手線ゲーム。イエーイ。このゲームはですね、お題として一つのテーマを決めて、そのお題に沿った回答を参加者が順番に回答していくというゲームです、はい、ではまず一番最初のお題いきますよ。はい、野菜です。野菜ですよ。わかりやすいね、わかりやすいのよ、ね、はいはい、じゃあ私からね。ちなみにこれあれじゃん、罰ゲーム言った？そうだ、罰ゲームがあります。罰ゲームはこの後のポシュットークでバレンタインということでチョコフォンデュを食べるんですけど、この山手線ゲームに負けた人はなんとチョコフォンデュが食べられません。絶対やだ、絶対やだ。さあみんなチョコフォンデュ食べられるように頑張ろう。クイズしか貼ってないポシュなので、ね、頑張りましょうね。壮絶な戦いだよ、はいはい、じゃあいきますよ。タカ子からアリサ周りでね。そうだね、はいはい、いきます。せーの、トマト、キュウリ、もやし、にんじん、ピーマン、じゃがいも、アボカド、大根、キャベツ、かぼちゃ、長ネギ、レタス、玉ねぎ、あ、玉ねぎ、おい、おい、やったー、やばい、やばいよ、直前で言われるのか、思いつかない、そうなんだよね、そう、それで、そう、アリニャン、×1、×1、よし。次アリサがお題展開。じゃあ私はグループ名を、何のグループアイドルでも何でもいいってこと？何でもいいか、 XJAPAN とかでもいいし、うん、2人以上いればグループだよね。2人ってユニット？2人はさ、2人はリオな、3人以上リオになっちゃう。3人以上、そうはい、いきますよ。バンドとかでもいいし、もうグループ名で3人以上、ね、OK、 いきます。せーの、 XJAPAN、 サイレントサイレン、ランポッシュ。じゃあはい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 、あの今私たちの正式名称ラ入んない。ランポッシュじゃないの？じゃあポッシュが誰よ？ランポッシュじゃないの？1年半ぐらい入っててなんでそこ間違えるの？知らなかったわ。ランスみたいなさ、ライアって言おうとしたの？たそう、ライアの名前忘れて、あ、ポッシュでいいやみたいな。忘れちゃったとか言っちゃダメ。とっさだとほらあのさ、わかんなくなるよね。これはどうなんですかね。これバツっしょ。あららら、ラポッシュでいいんじゃないの？ラポッシュってなんか海外っぽいよね。そう、なんかラフランス、パリジェンヌ的な。ラックとかのそういうブランドっぽいよね。ラポッシュ、ラポッシュ。まだそんなラ入るほどじゃなかったか。よし、じゃあ次いきます。つまんないわ今の。次マユユンお題かな。ディズニーキャラクターを。ラポッシュね。ラポッシュ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 。どうぞ。いきます。せーあららららあららら、なんか、いきます。せーの、アリス、ミッキー、マリーちゃん、ラプンツェル、シャネコ、ミニー、アリエル、デイジー、ハートの女王、ダッフィー、ドナルド、シェリーメイ、シンデレラ、プルート、白雪姫、アリス。いったいったよ、いったよ。ねえ、タカ子に直前で言われるんだけど。いいよ、タカ、どんどん行け、どんどん行け。ね、逆回しにしようぜ。あ、してみる？私キキなんだけど、そしたらおタカ強いね。おタカやだ、いい感じだよ。おタカの後やだわ。いい感じだよ。
何ですか、お題は。あ、私か。そうです。動物。お、動物。広いね、動物ね。広いね。そう、続くよ。私から眉ゆん回りってことだよね。オッケーオッケー。いきます、はい、せーの。うさぎ。猫。犬。うさぎ。逆になんで、なんかうさぎ言ったかなと思ったんだよ。いや、私もね、今犬言おうとしたんだよ。いや、あれ動揺するっしょ。そうなの。こんな広い直前に2個に動揺するやばいやばいやばい。私と多分タカ子の思考回路が似てるから被るんだよね。いや、今のところね、マイユンだけだよ、まだ。やったー、広いとので間違える。逃げ切ります。まさかの。次はタカ子、私だね。とりあえず最下位になんなきゃいいから。そうだよね、そうだよね、確かに。でもコメント来てますか、いっぱい。アリニャン、マユユン、明るい。よくわかんない。何にポッシュ、リズム感すごいって。おー、ありがとう、嬉しいじゃん。嬉しいよ。そう、じゃあ次のお題は、何気にがちょっと気になる。意外とだけに、そこよ、もーちゃんと。はい、次のお題は、果物。いきます。え、待って、こう、私だよね、次。こうだよね、こうだよね。眉の後、私。はい。いきます。せーの。リンゴ。みかん。メロン。いちご。キウイ。スイカ。バナナ。ラフラフ。さくらんぼ。リンゴ。続かない。意外とさ、ないね、果物。あるよ、あるよ、あるある、意外とある。出てこないんだけど、ね、しかもスイカもなんか野菜説あるよね。そうそうそう。でも言おうと思って今スイカ言われちゃったから、どうしようと思っちゃったよ。いや、桃、そう、いろいろあるか。そしたらイチゴも野菜説あるよね。あ、そっか。そうだね。はい。遅い。え、私いちご行ってないんだけど。私だけど、しかも遅いしね、自分が。そっか。じゃあ次、はい、いきますよ。洋服のブランド。わわわわわわわ、いっぱいあるよ、インポート系から。わわわわ。オッケー、いいよ。オッケー、いきます。せーの。シャネル。あ、私か、私か。これはどうする。一応バッチつけといて、もう一回このお題でいきますか。もう一回シャネルって言ってね。あ、わかった。そこどうでもいい。ね、あの、なるべく言うやつを多くしとこうね。じゃあ、いきます。大丈夫。オッケー。せーの。シャネル。ハニーミーハニー。レイカズン。ナイスクラップ。ビトン。スナイデル。ミュウミュウ。ハニーバンチ。ラブ。お題出した人が、出した人が。意外と長い。長い、意外と長い。長いし、この、ね、1個が。これ難しい。やばいね、すごいヒヤヒヤしちゃう。この中にね。ほら、なんだこのボケ、丸出しアイドルって言ってますよ。丸出し、なんて言ったの今。丸出しアイドル。アイドルのどとさ、だが混ざっちゃった。ここで噛むと思わなかったのかさ。はい、ボケ丸出しだって。出さないように。もうちょい、ちょっと続けよう。ちょっと続け。大丈夫、みんな。あと2問くらいで、はい、そうですね、はい、どれくらい。じゃあ最後の問題、ポイントさ。結局そうだよね、そうなるよね。ね、定番のね、バラエティーのね。そうだよね。これ途中で頑張る必要なかったんだ。お題はむーちゃんじゃない？はい、じゃあね。何なんのその都道府県。あ、まあいいや。都道府県。都道府県。あ、なんか来てるよ。ぜひとも MC でやってほしい。押すね。あれ、ライブの MC ってこと？え、こんなんグダグダやんの。辛そうな。絶対やばいよ、ね、やばいね、呼ばれなくなっちゃう。持ち時間なくなっちゃうね、もう。一曲減らしてやる。一曲目4分ぐらいね。はい、届くけ、うん。誰からだ。いや、もうなんか、どうします、こっちから行こうか。誰から始めてたの今。今はお題言う人から。こうこうこう、必ずアリサからやってた毎回。うん、お題言った人から。お題出した人から。な、どうした？どうも。いきます。ちゃん、こう、こう、せーの。青森。東京。北海道。なんか同じ。おかしくない？いろいろ感じ。事故事故事故。めっちゃ。ねえ、見なくない？見なくない？見なくない？高く高くじゃね？高くじゃね？47もあるのに全然続かないじゃん。意味わかんない。いや、全然続かないじゃん。汗いきなりシンクロし始めたの。意味がわかんないんだけど。あ
らなぜって来てるよ。ミラクル、ミラクル。なんだよね。打ち合わせしたの。打ち合わせしたの。さっきの打ち合わせ違うやつだからね。え、なんでいきなりさ人の場合取ったわけ。しかも言った。一緒。超いい予感だよ。あ、ダメだ、ちょっともう焦っちゃったわ。やっぱ考え方っていうか似てるんだね。ほら疑われてんじゃん、台本でさっきのずっと打ち合わせしてたのそれでしょ。違う打ち合わせじゃないよ。ああもうやめて、人の出番食べるのやめてほしい。これもうお互いさん食べれないぐらいのミスだよ。いや本当にダメだね、ちょっと焦っちゃった。もうもうそろそろラストっていうからさ焦っちゃった。じゃあラスト、え、これ、あと2回やります、はい、今の。分かった。じゃあこう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 ね、こうこうこう回ってくればいいんだよ。 こからこう飛ばないからね。アリサが言ったら自分が言えばいいんだよ。大丈夫、分かった。はい、じゃあお題次、まいゆん。色。おお、はい、はい、いきます。せーの。黄色、バイオレット、ピンク、白、赤、ダール。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 ダールって。赤取られちゃった。ダールってありそうだけどね。ダークって言えばどうにかなったのにね。ダークって言うじゃないよ。おかしい。ダーツって何言ったの今。ダーク、ダーク。じゃあ最後ので。はい。お題は？マイナス。マイナス？最後のでいっぱいつく。いっぱいつく。あれにしましょうか。5個つければいいんじゃない？お題は私か。結局だからその最後の人ってことでしょ、うん、だからおたかさんに負けるってことでしょ。だから私一回も引っかかってないのにこれでやっちゃう可能性あるから。そうだよね、そういうことだよね。まあ終わった後食べれんじゃない。いや、そうだよ。じゃあ最後は、東京都の23区。この間やったじゃん。いや、でも23区じゃなくてもいいよ。あ、市でもいい。そう、市でも東京都全部 OK ですよ。じゃあいきますか。はいはいはい、いきましょう。誰からだ。おたかくらいきます。おたかくら、ちょっと待って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 、ラスト来れないだよ本当に。はい、始めよう。いきます、せーの。港区、八王子市、渋谷区、新宿区、品川区。あ、やばい、港区。なんかさ、私も言ったやつ全部言うじゃん。もうこういう時ってさ、一番負けたくないなって人が負けるよね。私だよ。え、おたかさんに、だってあのおたかさんが食べれるの、北海道のおたかさんが。なんで私が食べられないの。え、いい、なんかみんな、じゃあみんなに聞いてさ、どっちにするか決めてもらおう。本当に、これあれだよ、おたかさんの北海道か、むーちゃんの最後。どっちがより、いや、こっち食べれないでしょっていう。絶対こっちでしょ、だって食べれないって。わかんない、面白かったっていう理由で残るかもしれない。じゃあ食べられないのはむーちゃんだと思う人。1、2、3、4、5人。じゃあ私だと思う人。むーちゃんもう無理だ。むーちゃん負けを認めよう。くそー、はい、町田でいいよ、食べないのだって。間を取って町田でもいいよ。間を取ってそうだよ。間とかないから。はい、はい、閉めてください。はい、では以上、ガタンゴトン山手線ゲームでした。イエーイ。はい、というわけで、はい、町田さんがチョコフォンデュをセットしてくださっている間に、はいはい、次のコーナーで最後になります。ポシュットーク、はい、イエーイ。バレンタイン編ということでね、バレンタイン編ということでですね、はい、このコーナーは、うん、ファンの皆様から寄せられた質問にポッシュが答えていきましょうっていうトークコーナーです。はい、なんと今回はチョコフォンデュをしながらやろうと。ヤムチャは食べれません。ちなみにこのお鍋セットとかむーちゃん持ってきて。そうだよ、むーちゃんがまた持って帰るからね、私。家でやればいいじゃん。持ってきただよ。持ってきただけじゃん。あるんだからさ、いつでもできるんだよ。あのね、結構前から温めてんだけどね、これ火弱くてね、温まんないかなっていう。いいですか、じゃあまず一つ目いきますね。はい、今年のポッシュの抱負は過去具体的に教えてくださいということです。うん、
抱負。抱負、具体的にやりたいことですね。なるほど。2015年何ですか。ポッシュとしてだよね。食べ過ぎないとかそういうんじゃない。一応ポッシュとして一応グループの目標に知ってください。え、なんだろうね。おい、あ、違う違う違う。あとバナナもあるからね。あ、そうじゃん、うん、バナナどこやった。冷蔵庫じゃない。 あ、冷蔵庫だわ。じゃあ私たちが抱負をね。いや、何それ。味噌じゃないです。チョコレートですよ。美味しそうなチョコレートです。食べられないけどね。ほら、うん、ね、誰か答えて食べてないで。ね、バラエティーかな。やっぱりポッシュだからさ、体を張ってさ、バラエティーとかしたら面白いよね。ポッシュとして、うん、ポッシュとして、ポッシュとして。私ラジオやりたい、みんなで。あ、やりたい、やりたい、やりたい。絶対グダグダだよ。いいね、でもそういうあれ楽しくない、うん、ね、あ、食べれないから。私がやるよ、だから。サクコは、え、バラエティーって今言ったやん。絶対ね、やってんじゃん、バラエティー。じゃあこれ体をね、もっと体を張って一人で働いてない。バンジーとかやりたいっていう話なの。うん、とかもなんかあるじゃん。ワニに食べられたいみたいな。待って、それはまあまあまあ、まあ、なんかほらヘルメットみたいなのかぶってサポーターしてさ、なんか滑り台からなんか、うん、滑り台そんな危険じゃないからね。なんかまあそういう、そう、体を張った系をね、アクティビティ系をやりたいってことでしょ。そうそうそう。マユユンは、私はね、でもやっぱり、おいしい、おいしいね、おいしいよ、むーちゃん。あれ、なんで食べてないの。おいしいな。何やりたいかな。でもミラクルポッシュのさ、コーナーはさ、うん、おいしい。今いろいろ考えてるロケ系の企画がたくさんあるので、うん、それをやっていきたいし、あとはライブかな。おお、もっと、うん、なんかちょっと言い方語弊あるけど、語弊あるね、それ。多分やめといた方がいいかな。パパパってね、うん、やりたいね。もうちょっといろんな人の見られるライブにね、知名度があるよね、来ていただきたい。はい、はい、次質問を読んでください。あ、じゃあこれ読もう。ちょっとバナナ切って。あ、じゃあ私読もうかな、はい、あとね、いい、あれ、フォンデュのね、食レポしてっていうコメントが来てますよ。おいしいよ。じゃあまずこれからいきます。星の皆様こんばんは。これはあれですね、メールをいただきました、うん、ありがとうございます。いつも素敵なステージありがとうございます、うん、今日は折り入ってお願いがあります。野上さんにミラミラポーポーを生でやってもらいたいのです、はい、お願いします。任せてください。いきますよ。ミラミラポーポー、ミラミラポーポー。意外とノリノリなんだ。ミラミラポーポー。みんな失笑してくれてる、ありがとう。なんてあったっけ。みんな、ま、満足したかな、みんな笑ってよ。はい、はい、続いては、続いて、いつもパワフルなポッシュの皆さん、そんな皆さんにもいまいち調子が出ない日もあるかと思います、うん、そんな時にテンションを上げる方法、何かあったら教えてください。おお、何ですかね。音楽とかは携帯結構できるから、音楽とか本読んだり、私テレビ見たりしてますよ、映画とか、うん、おー、時間に余裕ある時はなんか本屋さん行ったり美術館行ったり料理したりとか、そんなんじゃない。なるほど。私もそれ、音楽は被るけど、うん、やっぱこう明るい楽しい音楽聴いたり、あとは楽しいことを見つける、その中で。だから例えばライブの日だったら、その土地によってさ、食べ物屋さんがいろいろあるから、どこどこで食べたいなとか、あとはさっきの理想のシチュエーションじゃないけど、妄想をひたすらする、楽しい、もうありえないような妄想でもいいから。やっぱ妄想は大事だと思います。じゃ常にしてるんだね、おたかさんは。そうですね。むーちゃんは。私はお散歩かな、やっぱさっきも出てたけど、 あと音楽聴きながらお散歩が最高ですね。バナナ美味しいよ、これ。うん、美味しそうだね。目の前をだって食材がなんか通過してるの見てるだけだよ、私。しかもね、意外とチョコフォンデュね、つきすぎてね、ないからね、うん、結構あれなんだ、ね、そう、食レポしてってさ、来てあのコメントくださった方がいたけどさ、うん、食レポしようよ、これ。ちょっと待って、むーちゃん、フォンデュ食べちゃダメだけど、バナナならいいんじゃないって。え、ダメだよ、コメント。だってこれフォンデュのバナナだからダメだそうです。ダメでした。美味しいですよ、チョコが溶けて。ね、チョコが溶けてった。見て、誰か私に振って。答えてないからまだ。あ、ごめん。テンション上げる方法を、どうですか、お願いします。
歩くか、うん、寝る。ああ、歩く、ね、あとはひたすら良かった思い出を思い出す。あ、なんかそれちょっと辛いんだけど、ね、何なんのみんなさ、ちょっとさ現実から逃げるの。良かった思い出って大事だ よ。次、ボッシュの皆さんの SNS でムーちゃんの変顔がよく載っていますが、ムーちゃんを超える変顔ができる人っていますか？やっぱりムーちゃんが一番。うん、うん、まあそう。誰かなんかいないよ、うん、よくね変顔もね。も私ね、タカ子のあの奇跡の一枚結構好きなんだけど。いや本当だってね、いつの、あ、前のね初代さんの、うん、いや変顔をねみんなでしてたんですよ。そしたらそんな可愛いんじゃなくてもっと本気でやってって言うから、本気でやったらちょっとなんかねえ、うん、使いない。 ありがとう。ちょっとそしたらちょっと行き過ぎちゃったみたいで、ちょっと妖怪みたいな奇跡の一枚って。いや、ね、たまにあるね、そういう、たまにね、うん、あとアリニャンがよく目開けたまま寝るんですよ。その写真を2人であの撮るんですけど、それはもう載せられないぐらい。私コレクションしてんだけど、ね、やばいよ。たまに見返すとねすごい笑えるんですよ。そう、なんか1回目のきっかけがイベントの合間に寝てた時に、どうやって自分で寝てたのか分かんないけど、こうやって椅子に座りながら直立でこう斜めに寝てたんですよ。足伸ばしてね。しかもピクってした時あったよね。それはちょいちょいあるんだけど、すごいちょいちょい寝てるとことか動画撮るのね。そう、超絶対目開いてるよ。見ながら撮ってる。本当に。そうそう、なんかそっから寝顔コレクションとか言って集め出して、こうまっすぐに寝てる。やばいよ。すごいまっすぐに綺麗に寝てたよね。あれはまだ乗せられるレベルなんです。いや、乗せないよ。乗せないわ。今ちょっとすごい期待に満ちた目しちゃったじゃん。乗せていいのって。まだね、まだレベルマシな方なんですよ。そっから悪化しましたね。この間も、昨日、おとといとかもね、撮られちゃって。うん。他、次。1月に和樹まゆちゃんがブログを108回更新を目標にして見事達成しましたね。おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。まゆゆにお願いです。この場でメンバーを誰か指名して、かっこブログは大変だと思うので、ツイッターで1日100回更新チャレンジさせてください。1日100回1ヶ月じゃなくて、え、1日1ヶ月じゃなくて言い過ぎもんじゃん。1日間違いじゃないの、うん、じゃあ1ヶ月ブログ100回にする。いや、それだったら1日あ、ね、1日だよ。私の中でね、候補的に高子は外れる。お、え、でこの人からやっぱりえ、じゃあさ1ヶ月にしない？いや1ヶ月やつはさ余裕だから、ブログ、そっかそっか、ブログにする。そしたらブログに15分に1回だったよ。私寝れないね、じゃあその日ね。え、分かった。1日ね。え、どっちにするの？1日ツイッター でもほらリプライとかも OK にすれば簡単に。いや、リプライなんかダメだよ。リプライダメでしょ。リプライダメだよ。じゃあ大変じゃん、頑張って分かった。1日罰ゲームじゃない。え、じゃあやるって言えばいいんだよね。その日にやります。そう、その日にやりますって言ってやってください。え、分かりました。じゃあ2月中にやります。はい、意外とないよ、日ないね。え、でも1日だからね、うん、結構大変だと思う。頑張って。頑張る。頑張れ。頑張ります。わお。あ、じゃあやる日指定しようかな。あ、分かった。何もなさそうな日にしますね。仕事が入ってたら多分簡単になっちゃうから。今何中？これからライブとか、これからご飯行きますとかばっかりだから。確かに確かに。オフの日にしますね。キャー。もう一枚。おはようございます。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。明日誕生日おめでとうございます。それじゃあおやすみなさい。先月だね。先月ね。先月ね。1月にくれたね。ありがとう。19歳になった初ミラポですよ。おお。そうか。あ、前日あったもんね。そうだもんね。9日にあったんだ。おめでとう。ありがとう。次行きます。ポッシュの4人は、あ、そうだ、ちょっと待って。そう、誕生日の時にね、みんな LINE でお祝いしてくれたんだけど、唯一直接会ってね、おめでとうって言ってくれたのタカ子だけなんで。何唯一直接会ってって。ちょっと次の日ライブだったじゃん。その時におめでとうって言ったのタカ子だけなんで。言ったよ。言ったよね。全然言ったよ。なんならハッピーバースで歌ったよね。びっくりしたわ。違う、あれはさ、ほら、イベントとしてのあれじゃん。直接ね、朝次の日、おはよう、おめでとうって言ってくれたんだよ、タカ子。しっかりしてるね、そういうとこ違うね、やっぱり。当日だよね。でも、うちら LINE でめっちゃ
盛り上げたから。いや、 LINE は LINE でね、やっぱ伝わらないものってあるよね。全然記憶ないや。全然記憶ないね。で、主催だったからね。言い訳。そっか。やばい、歌わなきゃの方に意識行きすぎました、ね、おめでとうございました。お前ら本当本当は仲悪いだろうって来ちゃったしかもほら誰もむーちゃん日本であげないの。あげないですよ、これは罰ゲームです。ネットユーザーからのほらほら慈悲が、この食べっぷりで好きになりましたポッシュって言ってくれてる方が、ありがとうございます。もう番組とかじゃないぐらい食べてる私、ね、本当だよね。もうポッシュの4人は撮影会のモデルをやっているようですが、うん、自分の得意なポーズを見せてください。うわ、こういうの迷惑。ポーズもうただのさ、晒されるじゃん、こんなん。なるほど。ポーズ、やっぱ最後は世界の町田です。うわ、何ちょっと最後、俺の受けでしょ。俺の受けはほら期待した値が出ないから、いつも頑張ります。やばいね、じゃあ頑張ります。嫌だねこれ、うん、やめようぜ。いやいやいや、やろう、やろう、せっかくくださったから早くやって、早く、うん、まあ、いくよ。キョメレさんアップお願いします。これ別に本当にいいから、いいから、いいから、はい、3、2、1、はい、次パパパパッと、はい、いきます。3、2、1。うん、お色気。拍手ありがとうございます、うん、はい、次いきます。3、2、1。かわいいね、みんな。はい、最後鳥だよ。はい、3、2、1。じゃあ待って、これ姫ポーズ。ふざけてるよ、ふざけてる。バナナ上にバナナ持ってくってことかな。バナナの宣伝で手、はい、臭くなっちゃった。はいね、はい、次行きます、はい、サンタクロースから何でももらえるとしたら何が欲しいですか、うん、家。何でもあれ、パリのエアチケットとかもらわなくていいの。家が欲しいですね。それか毒でもドアとか、あ、3回魔法が叶う、あ、うん、なんちゃらとか。なんかこう、へえ、お金で間違いない、が間違いない。それは言わなかった。私すら言わないんだからダメ。お金、はい、次。私も今お金欲しかったけど、でも水族館とか欲しあれかも、欲しい。マイ水族館でいつでも見に行けんの、自分。いい、ね、ただ。まゆは、私も家欲しいんだけどみんなで見て、現実的に都心のね、都心の家。じゃあちょっとあれ下げて言うと、パソコン。おー、マックのね、マックのね、ちゃんとマックね、してないと。Windows 来ちゃうかもしれない。Windows はいらないわ。いらないわとか持ってるしね、みんな。持ってるからね。おかわりも、はい、次いきますよ。本格的に、これ最後です。本格的に冬ですが、この冬やってみたいこと何かありますか。はい。あれ、サーフィン。冬だよ。この間めっちゃやろうよっつってたよね。うん、サーフィン超やりたいよ。私もめっちゃやりたいのサーフィン。それかサバイバルゲームとか、アクティブなやつやりたいの。ピーみたいな感じ。はい、やってやりたい。私冬ないよ。家にいたい派。家にいたい派。家で何やりたいのか。こたつって言ってた。いや、こたつ、こたつ。はい、私はスノボ。自分でもやるんだけどね。私もあのダイビングかスノボやりたい。それ夏じゃないの。いや、冬もやってるんだよ、ああいうのって。そうだけど。はい。ということで、はい、終わりましたね、はい、次回は3月13日の、また13日の、ホワイトデー前だから、みんなお返し待ってます。お返し、今日みんなにあげるから期待しててください。はい、はい、おやった。はい、はい、じゃあ次回も3月13日もぜひ見てください。はい、以上、ミラクルポッシュでした。バイバイ、ありがとう。ランナーもありがとう。